現在のダフィールド城市、ダフィールド城はダービーシャーのダフィールドにあったノルマン風の城。その城市はイギリスの指定記念物とされている。ここは岬城に川へ面した険しい岩場で防御に適した立地となっている。ここに戦死時代から人が住んでいたのか、さらには古代ローマ人が近くの渡し場を守るため駐屯していたのかについては議論がある。 リツダラムワークズワースから来た道案内の護衛隊は、デルベンティオのイックニーイルドストリートに入る際、その渡し場を経由していた。しかし、ここでは、アングロサクソン人のものと見られる遺物が、発見されている。これらは何らかの地位にあった人々がここを漁していた、ことを示唆している。おそらくは、シワードという名のサクソン人の聖維か、その一族であろう。古代。 ローマ及びローマブリトン時代の陶器も多く見つかっており、それらにはローマ様式の瓦も含まれる。発見された遺物のいくつかはダービー博物館が保管しているが、残りは地元の教会に置かれ、多くが散逸してしまった。ヘンリー・ド・フェラーズはウィリアム一世への忠勤に大いに励み、現在のダ・フィールド・フリスにあたるダービーシャーの領地を1066年頃授けられた。これはあと、 北はヘッジとショトル、南はタットベリーまで広がった。彼はタットベリー城を建て、主な居城とした。また、領地の北側を守るため全焼基地が必要となり、ダフィールドにも城を建てた。彼の三男ロバートは、1138年にスコットランドとのスタンダードの戦いで手柄を建て、ダービー伯爵にジョイされた。ダフィールド城にあったノルマン様式の中東彼の、 ソーソン・ウィリアムは1162年に借位を継いだ。彼はヘンリー二世の息子たちの反乱に加担し、1173年に城は二つとも破壊された。後を継いだウィリアム二世をジョンは長愛し、ワークズワース、アシュボーンの領地と共に白爵領を服させた。後、ホースレイにあるホーストン城もこれに加えた。いずれかの時点でタットベリーと ダフィールドの城が再建された。次のウィリアム三世も王室と良好な関係を保った。時代の7代目にあたるロバートはヘンリー三世に反逆し、タットベリー城は破壊された。ロバートは感情を受けたものの、再び反乱を起こして、チェスターフィールドの戦いに敗れ、1269年に領地を没収され、ダフィールド城も破壊された。 王子のエドマンドが領地を受け継ぎ、ほどなくランカスター伯爵家を創始した。城は文字通りカンプな木までに破壊された。石の多くは建材としてよそへ持ち去られ、あとは次第に草むすちへ変わっていった。城があった名残はキャッスル・オーチャードという地名が止めている。これは現在、城の土塁の下にある同盟の住宅地から、 ヘーゼルウッド通りにかけての一帯で1885年に再発見された。ここで発掘が行われた際、ノルマン様式建築のモッドベイリーで作られた城が発見された。その上には1個の岩が乗せられていたが、特筆すべきは、その巨大さでおよそ長さ30メートル、幅29メートルあり、ロンドン島のホワイトタワーよりわずかに小さいに過ぎない。 ダフィールド上の井戸から見つかったオケ、現在はダービー博物館所蔵。地面は土台がよくわかるよう保存され、1899年にナショナルトラストへ譲渡された。これは考古学的記念物としては最も初期のものの一つである。長年にわたり維持管理は教区会が担っていたが、最近はまたナショナルトラストが行うようになった。 1930年代と1957年に追加調査が行われた際、中世の遺物はほとんど見つからなかったが、ノルマン人が訪れる前よりこの地に人が住んでいたことがローマ・ブリトン時代の遺物から確証された。2001年にブラッドフォード大学はここで地球物理学的調査を行い、南及び東南へ走る構造物を発見し、それらは 同時代のものと考えられた。ナショナルトラストは追加調査を行うために必要な基金の設立を現在検討している。ありがとうございます。